幸せになどきっとできないよ。まあどっちも推しメンでもどっちもあれですよね。めっちゃバイブなる。で、愛してるのは誰かわからない。難しい。めっちゃ待って、鼻かんでる音とかじゃないです。向こうに置いてるやつが多分バイブ鳴ってる、鳴ってたので多分大丈夫です。安心してください。まあ結局この曲はどっちものことが同時に好きで、っていう曲ですかね。難しい。もぎさんは千葉にいますよ。